天地級潜水艦は、アメリカ海軍の潜水艦の艦級、アメリカ海軍における最後の艦隊型潜水艦である、ポーパス級潜水艦建造以来、着実に進化を遂げてきたアメリカ海軍の艦隊型潜水艦は、ガトウ級潜水艦とバラオ級潜水艦によって、その進化を極めたと言ってもよかった。しかし、そのガトウバラを領級に対してすら不満が出るようになった。すなわち、 航続力と魚雷系光数が不足しているのではないかという不満であった。そこで、ポーツマス海軍造船所が中心となり、バラオ級をベースに新型の潜水艦を開発することとした。当初の計画では、この新型潜水艦は1943年度以降に建造される予定であったが、従来からの潜水艦建造所であった、メアアイランド海軍造船所が手一杯になったため、 当初で建造予定だったバラオ9の1942年度間8席を余裕が出たポーツマス海軍造船所が新型として振り返って建造した当初計画での新型潜水艦のネームシップはコルセアであったがコルセアより春ナンバーが若湾の天地以下8席が新型で建造されたためこのクラスは天地級と呼称される天地級は振り返分席に加え 本来の1943年度間が66隻、1945年度が6隻と計80隻が建造予定であったが、日本の配色が濃厚となった1944年から45年にかけて多数がキャンセルされた。残る25隻と水中高速型潜水艦に改正した4隻が1944年10月から1951年2月の 間に収益した。戦後、ブラジル海軍、トルコ海軍、イタリア海軍、パキスタン海軍、カナダ海軍、ギリシャ海軍、ベネズエラ海軍、ペルー海軍、台湾海軍へ売却され、2016年現在では台湾で一隻が唯一稼働中であり、トルコで退役した一隻が保存展示されている。アメリカ本土では、レクイン、トースクの二隻が保存展示されている。 天地球はガトーバラオ両球とは外観が似ているものの中身は一新され完全な別物となっている。まず航続力の問題は従来のバラストタンクの一つを燃料タンクに振り替えることで対処した。他のバラストタンクも配置を大幅に改正した。期間はバラオ球と同一だが騒音対策の観点から本格的なダイレクトドライブ方式が取り入れられた。 内閣の形状も改正し、溶石が増えた分を魚雷搭載箇所に当てた結果、魚雷搭載数も28本に増えた。全般的な改正の結果、排水量は35トンから40トン増加したが、その分全般的に船体の強度も増加した。なお、振り替え分の天地以下発石と、本来の新設計艦の筆頭である、コルセア以降の艦東では、改正箇所が大幅に異なる。 魚雷以外の兵装に関しては、バラ王級と同一である。天地級は収益が遅かったこともあり、太平洋戦争に従軍したのは11隻であった。そのうち天地とティランテ、トースクが顕著な戦果を挙げている。ティランテは軍艦島を本物の軍艦と間違えて攻撃したとよく誤解されている艦であり、副長は海軍勤務の後に作家として、 深く静かに先行せよなどを表した、エドワード・エル・ビーチである、トースクが1945年8月14日に、撃沈した第13号海防艦、第47号海防艦は、第二次世界大戦における最後の撃沈戦果となり、アメリカ海軍の潜水艦が敵艦艇を撃沈したのも、2012年現在では、これが最後である、太平洋戦争に従軍した、 天地急グレナディアーピカーレル天地、収益前に、キャンセル、キャンセル実際は、軍艦島南東部の岸壁で石炭の積み込み作業中の貨物船白樹丸を攻撃、撃沈したもので、島を軍艦と間違えたというのは、日本側の戦意公用のプロパガンダである、軍艦島の遺産 P53、ありがとうございます。